川島正二郎は、日本の政治家。旧政柳原。栄転は、12位、君一等局実投下大受賞衆議院議員当選14回、実治庁長官、行政管理庁長官等を歴任した。実治庁長官、行政管理庁長官、北海道開発庁長官、第20回オリンピック、東京大会担当国務大臣、自民党幹事長、 自民党副総裁を歴任。閣僚としては、軽量級ポストしか経験しなかったが、党の幹部としては重職を得た。川島派領州であり、長く自由民主党副総裁として、自民党のナンバー2に君臨した。成田さん。新商事系大の造船州大学総長、千葉工業大学理事長、会長、成田山法産会所大会長を歴任。ナポレオン時代のフランスの政治家、 ジョゼフ・フーシェに例えられ、江戸前、フーシェや、寝技師、道中師、おとぼけの章二郎とあだ名されたりもした。千葉県東葛飾郡両特長に、柳原健二郎、甲府妻の三男として生まれた。出生後すぐに、母が死に、日本橋で別校屋を営む川島斎二郎の養子となったことから、東京府東京市日本橋区を出生地とすることもある。 小さな時から美少年で知られ、章二郎を養子に欲しいという芝居小屋の主人まで現れたという。旧小小学校を卒業した時、中学への進学を希望したものの、矢部斎二郎から別校屋を手伝いと命じられたため、一年間見習いとして働いた。しかし、学業への希望を捨てきれず、義母を説得して、神田中学校の夜間学校と生息英語学校を経て、 内務省の筆勢として働きながら、旧制専修大学経済学科に学んだ。専修大学卒業後に、内務省警保局に続官として入場し、警保局長であった、長田秀次郎の下で働いた。第13回衆議院議員総選挙を控えたある日、長田家警保局の上司が皆で払っていた時に、内務大臣の後藤新平から連絡が入った。川島が用向きを、 大臣室に聞きに行くと、全国各地から出馬する立候補者の一覧表を見たいとのことで、川島が徹夜で資料を作成して提出したところ、後藤に高く評価されるようになった。川島自身も選挙の分析を通して、次第に選挙そのものに関心を抱くようになった。寺内内閣の総辞職による後藤の退任、長田の貴族院転出に伴い、川島は、 図書かつきとなるが、長田の紹介により、東京日日新聞政治部記者に転じた。ここで、川島は、ゴーストップ事件での軍への批判などで名を挙げた、高石慎五郎の指導を受け、現内閣の衆議院解散をスクープしたこともあった。1920年に、後藤が東京市長となると、第一助役となった長田の推挙により、東京市長秘書となる。しかし、 秘書の業務が単調であったことから、川島が後藤に何か実りのある仕事をやらせてほしいと申し出、さらに普段後藤が大正人志の東京市政にとって、中小商工業者の女性は重大な問題だと語っていたことからその仕事を希望したところ、東京市初代商工課長となった。ここで川島は中央路修理市場の創設に携わっている。後藤が東京市長を辞すと、 川島は東京市役所を去って玉川水力電力会社の常務取締役となるが、1924年の第二次、県政擁護運動に伴う第15回衆議院議員総選挙に東葛飾軍から出馬。惜しくも落選であったが、京成電鉄創業者の本田定次郎に肉薄し、前線した。その後、川島は国民的人気がある後藤のもで働いた実績や、 大学生弁士らを活用した選挙戦術を展開し、1928年の第16回衆議院議員総選挙で晴れて初当選。立憲声優会に属し、間もなく院内幹事に抜擢される。しかし、同じ年に妻や養父が他界する不幸に遭い、その後も実施や秘書を務めていた義理の老いをなくすなど、身内の不幸が相次いだ。苦労して、 学校を卒業した川島には有力なコネもなく、政治の表舞台に出る機会に恵まれなかったが、声優界の先輩の前田米蔵から、正解では欲を出さずに、ナンバー2でいるのが大切だと、アドバイスされたことを契機に、以後ナンバー2の座を目指すようになる。川島は、正解入りした当初は、森津と無と、森の死後は、前田と行動を共にした。 1932年に進行があった、堀田正常が、海軍政務次官となった縁故により海軍参与官に就任し、陸軍に対抗しながら政党政治の再建を図った。1939年の政友会分裂に、際しては、前田と共に革新派に属した。1942年の翼3選挙では、非水戦で当選し、1945年には、 大日本政治会の情報部長を務めた。占領下では、院内会派の無所属クラブに属したが、海軍参与官を務めた経歴がたたって間もなく、公職追放となる。その間交換され間もない、原高志日記を熟読、当人、追放解除後の1952年に、政界復帰。1955年、第二次、鳩山内閣で、自治庁長官と、 行政管理庁長官に任命され、当選9回目にしてようやく初入閣を果たす。鳩山内閣では保守合同を推進し、自民党の創設にも大きく関わった。1956年には、小選挙区制導入を狙う鳩山一郎首相の意を受けて、小選挙区法案を提出するが、これは内務省時代以来、選挙制度に関する研究を続けてきた。 川島だからこそできた仕事だった。小選挙区法案は廃案となるが、川島はその仕事ぶりから自民党内でも一目置かれるようになった。鳩山内閣退陣後は、岸信介政権の樹立に動き、岸内閣の下で自民党幹事長についている。川島は1960年安保闘争を前にして、動揺する党内の混乱をよく抑えつつ、 小沢わさえきを安保特別委員会委員長に起用して、強行採決の段取りを進め、とにかく新安保条約の成立まで、岸政権を守り抜いた。なお、川島はこの時自衛隊の治安出動を検討していたという。安保条約に調印した岸は、解散を目論むが、これにも反対し、解散を断念させる。解散できなかった岸はそのまま総辞職に追い込まれた。 岸内閣総辞職後、当人派から大野万木と、石井光次郎が自由民主党総裁選挙に名乗りを上げ、官僚派からは池田隼人が名乗りを上げていた。その頃、川島は岸派内で一定の勢力を有し、川島系といわれる川島に同調する議員10人、ほどを連れて、大野支持に向かう様子をに覆わせていた。川島は大野に対して、 当人派が二分されると官僚派の池田に勝てないので、当人派は石井一本にまとめた方がいいと進言して、大野に総裁選を辞退させた。すると、手のひらを返したように川島は、大野を支援しようと思ったが、大野が辞退したので池田を支持すると表明して、池田支持に乗り換え、池田の総裁選出に寄与した。1962年10月元派が解散すると、岸が派閥を、 福田武雄に譲ることに反発し、翌11月川島派、こういうクラブとして分派した。1964年の自民党総裁選で、池田の参戦に貢献したことから、病死した大野の公認として、自民党副総裁に就任した。池田が病で退陣する際には、後継者に佐藤栄作を指名させるのに功績があり、佐藤政権でも、 自民党副総裁に任命された佐藤政権の下で、川島は中世自民党副総裁の地位を維持し、常に与党ナンバー2の地位を保ち続けた。1968年にアメリカ合衆国連邦政府に沖縄返還を決定させたのが川島であることが、近年機密解除されたアメリカ国立公文書、記録管理局の公文書により明らかになっている。 1970年秋、佐藤栄作は、次期首相の座を、大倉官僚出身の福田武雄に譲ろうとしている、という情報をキャッチすると、河島は、岸、池田、佐藤と、官僚出身者による内閣が続き、人心は、官僚出身者にあいているとして、福田のライバルだった田中角栄を支持、田中が勢力を拡大するための時間を稼ぐため、 1970年の自民党総裁選では、副大への前情を考えていた佐藤を、川島副総裁、田中幹事長という立場で、総裁選に出馬させ、佐藤政権の延命を図り、佐藤の機嫌を取りたい、中間派を、水面下で佐藤出馬指示に取りまとめた。結果として、佐藤は、三木武夫との一騎打ちに勝ち4戦したが、政権末期の約1年間に、 求心力が急速に低下し、事実上、前上が不可能になった。当人派政治家として、田中に総理総裁への道を開いた。総裁選から9日後の11月9日、大田区三道の自宅にて、持病である帰還自然則の発作により急逝した。去年80、同月13日に、日本武道館にて、自民闘争が行われた。 24日の衆議院本会議では、三宅章一による追悼演説が行われた。川島の派閥運営は、経済合理性が特徴であった。加入希望者が続出したにもかかわらず、川島は、資金集めが大変だからという理由で自派を20名程度までしか増やさなかった。派閥成員17人ぐらいで、大臣ポスト一つの割合で、閣僚ポストを割り振るのが、 当時の人事観光で20人程度を要していれば確実に大臣ポストを一つ確保できる上、派内の議員たちに効率よくまんべんなく大臣ポストを回せることを川島は知っていたのである。川島は自派の結束を固めつつ常に党内のキャスティングボートを握る位置を確保し続けた。第2次池田第1次改造内閣では北海道開発庁、 行政管理庁の長官に就任するとともに、1964年東京オリンピック担当国務大臣を務め、その間にはオリンピック事業整備を進め、東海道新幹線、首都高速道路などのインフラストラクチャーを構築しながら高度経済成長の仕組みを作り上げ、池田の所得倍増論実現も、この仕組みを作った川島の功績によるところが大きかった。 外務省に出向し、香港領事を経験したことがある、笹厚行は、フィリピンへの紐付き援助からのキックバックが、川島の資金源であったとしている。成田空港問題、編集第二次池田内閣で、首都圏整備委員会委員長を務めていたとき、東京国際空港に代わる、新たな国際空港開設が当初東京湾、千葉県側での建設するプランで進められており、 これを聞いた川島は、そりゃ、千葉県の開発になるなぁと喜んでいたという。池田が外遊中の1962年11月16日には、臨時首相代理を務めて、第二国際空港建設方針を閣議で了承させている。なお、この時川島は、最近、羽田空港のレーダー装置が、再三故障し、 飛行機の離着陸に支障をきたしているが早急に改善措置を取る必要がある。運輸省は新空港を船橋沖を埋め立てて建設する計画を検討しているというが、船橋では航空管制、気象条件等が羽田とほとんど同じで新設の意義が薄い。むしろ東京近郊の埼玉、千葉、茨城3県の内陸に建設してはどうかと発言している。しかし、 新空港の建設位置をめぐって、政府部内は紛糾し、国務大臣であった川島は、運輸省イコール官僚派、建設省イコール当人派、千葉県の間を取り持つべく、1963年7月4日に、綾部健太郎運輸省、河野一郎建設省、友野武人千葉県知事と4者協議を行った。この時は、浦安案を押す綾部と木更津安を押す河野が激しく、 対立し、抗論となった。同年8月27日に行われた2回目の4社協議で、運輸省側から、富里案が出された時には、川島は富里だって、1500個の農家をどうやって移転させるのだ。羽田と関西島を一緒にして、裏安沖に作った方が有利だ。たかが一人で頑張っている、九州の八の巣城でさえあれだけ揉めるんだ。 富里の1500個もの農家をどうするんだ。自衛隊でも出して内乱を起こす気かと内陸空港に否定的であり、東京湾の埋め立てによる空港建設を主張していた。新東京国際空港の計画図1965年11月18日に政府は富里での新空港建設を内定するが、地元では大規模な反対運動が展開された。 富里一本槍の運輸省の頭は、硬すぎる運輸省のやり方では新空港は作れない。中村君は政治を知らないと批判した川島は、富里案を白紙に戻した上での建設地の再調査を主張し、羽田を縮小して沖合を埋め立てる木更津案を指示した。この立ち回りについて、川島は、他の土地に動く可能性をほのめかして反対派の中でも、 条件闘争に近い考えを持っている層を切り崩そうとしたのではないかとの解釈もある。この主張の中で、羽田も併用する前提でつなぎの空港を建設して、急場をしのいではどうかという提案が出てきた。友野によれば、宮内庁から下嘘御料牧場を提供してもらえないかという議論が出てきたことから、川島が、宇流巡礼宮内庁次長を呼び出して尋ねたところ、皇室は、 空港問題に介入したくないが、三里塚の五両牧場は不便な点も多いので、良い代替地さえあれば移転したいと思っていると答えた。ため、三里塚での空港建設計画が、若狭徳寺運輸事務次官を通じて、友能の元に持ち込まれたのだという。長引く富里での反対運動を受けて、政府と千葉県の間で、水面下での調整が進められたが、富里内定直後に、 千葉県副知事であった川上則和によれば、若狭特事運輸事務次官ら運輸官僚らが、富里案をあくまで推していたのに対し、川島が自民党県連を通じて、これは富里はもう無理だから三立化などはどうかという案を出してきたという。なお川上は、その後の若狭運輸次官との会談で、自民党の三立化案の方が私としては受け入れやすいと言ったかもしれないが、 記憶が定かでないとしている。川島は、このサンディズカ案について事前に、長谷川春ら自民党政調会交通部会から、進言を受けており、羽生巡礼区内庁次長に対して、区内庁下宇佐五両牧場の提供について、打診していたとも言われる。日本社会党の金瀬敏夫は、あれは、友のと川島の芝居だ。サンディズカには、川島の友人が経営していたゴルフ場がある。 川島は1ホール1億円という値段を出したと主張している。1966年6月17日に現在の成田国際空港が位置する成田市三里塚に建設地を移す交通部会の圧制案や木更津が不適とする中村虎田運輸省の報告を受けてその経過を友野を武人知事に伝える役割を担った。その翌週に三里塚案が 地元住民の知るところとなり、三里塚闘争に発展する。なお、川島は、尾見川町長であった、山本力蔵をくどいて、地元代表として、新東京国際空港公団理事に就任させている。富里への空港誘致説、編集、石原慎太郎や石井幸喜が、橋本富三郎の証言を根拠に、新東京国際空港の建設地が一時富里に、 なったのは、当初茨城県の利根川沿いが候補地であったところ、参戦を狙う佐藤栄作が川島から総裁選での協力を得るために取引の対価として川島の選挙区に移されたからだと主張している。しかし、佐藤が参戦を果たした総裁選はこれより3年後の1968年11月である、上。 池田政権期の1963年12月11日には、すでに運輸省航空審議会が富里を最有力候補として挙げていることなどから、この主張は時系列の整合が取れない。また上日の通り川島は、富里案を打診された時には、東京湾埋め立てによる新空港建設を指示しており、川上副県知事が川島に問い合わせたところ、川島が、 各議教の内定は自分は全く知らない。けしからぬことであると語り、事前の相談を受けていない千葉県について会見を断ったのは当然であると述べたとする証言とも矛盾する。さらに、川島の選挙区である千葉県第一区には富里も成田も含まれていない。川島は教育界の発展にも貢献している。母校、泉州大学の総長となって、 先修大学の発展に尽くしたという側面も持っている。また、千葉工業大学の理事長も務めた。さらに、中央学院大学設立にあたっては、川島の追いにあたる後の理事長となる、平山善治氏の要請によって、阿弥虎市の土地の取りまとめを行ったのも、川島によるものである。また日本プロレスリングコミッショナーをはじめ、日本学生卓球連盟会長、 日本ボーリング協議会総裁、日本消防協会会長、江戸消防記念会名誉会長、江戸家消防割会会長、畑山緑の講演会長など教育、スポーツ、文化、芸能の振興にも尽力し、各分野の養殖を務めた。プロレス界には、今でも、川島が務めていた頃のコミッショナーは、お飾りではなかったと評価する声がある。1965年に、 君伊藤局実大受賞を受賞。没した際に、12位に女子君伊藤局実投下大受賞を追贈された。地元の千葉県では、県議会の長老で、戦時中に行動を共にした、川口ための助を担いで初代民選県知事に、押し立てて追放中ながらもその腹心となった。後に、参議院議員も務めた川口からその人脈を引き継いで、 松本清県議の松戸市長擁立を仕掛けたのは、川島であると言われている。唯一の子供であった、川島正隆を11歳で亡くしているため、選挙地盤を親族から継ぐものはなく、直系の県議だった、染谷誠が、国政転身で受け継ぐことになった。また、派閥川島派と呼ばれたこういうクラブは、後藤新平を通じて、名優となった椎名悦三郎が継承したが、 シーナの死後消滅した。一族からは姉、ジオの孫、平山修善が、川島の選挙区から県議選に出馬し政治的基盤を受け継いだ。ありがとうございます。